MLS カップチャンピオンの DC ユナイテッド、今季もトップを独走です。ハイミモルのディアスアルセ、マルコ・エチェベリラが得点を稼ぎます。そして昨年14ポイントを挙げたスティーブ・ラメル、アメリカ代表チームキャプテンジョン・ハークス、代表チームディフェンダージェフ・アグース、対するコロラドラプッツ、キーパーのマーカス・ハネマン、ボールディフェンス率はリーグナンバーワンです。鉄人マルセロ・バルボはスイーパーとしてゴール前に立ちはだかります。そのラピッツとユナイテッドが対決します。スポーツ愛 ESPN がお送りするメジャーリーグサッカー、今回はワシントン DC RFK スタジアムより DC ユナイテッド対コロラドラピッツの模様をお送りいたします。さて今回の注目プレイヤーです。コロラドの6番デビッド・パチーノ、メキシコ代表、34試合4ゴールを挙げています。 DC ユナイテッド6番ジョン・ハークス、チームのキャプテンです。解説はコンスタンチン・テオさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、今イースタン1位、4連勝中の DC ユナイテッドと、ロード6連敗中と来ていますウエスト3位のコロラドなんですが、今回の注目点といったらどういったところでしょうか。そうですね、やっぱりDC ユナイテッドの方はエチベル選手と、モレノ選手がいないと、はい、それからアルセ選手は、もう同じくコーパアメリカ97の、出場のためには、国に帰ってるんですよ。はい、じゃあそういった意味ではこの DC の3強がいないということで、ロード6連敗中というコロラドにもちょっと勝つチャンスが、出てきているんではないでしょうかということですね。さてメジャーリーグサッカー DC ユナイテッド対コロラドラピッツ、 RFK スタジアムよりこの後ファーストハーフをお送りいたします。仲間で飲むならやっぱりバドだな。限りない飲みやすさ、バドワイザー。121年の伝統、一つの変わらぬ製法、80カ国以上で愛される世界の味、 5% アルコール、限りない飲みやすさ、それがキングオブビア、バドワイザー。パッパラッパパテックスパッパラッパパテックスパッパラッパ、チミデッドダーはそうだ、パパぴったり薄々シンパテックス A、 痛みにどしこい。第一製薬です。カロヤンは医薬品です。この塩化カルプロニウムで毛根の血行を促進、抜け毛予防ならカロヤン S、 発毛促進なら NF カロヤンアポジカ、選べるカロヤン、どちらも医薬品です。第一製薬です。ESPN がお送りしますメジャーリーグサッカー、今回はワシントン DC RFK スタジアムより DC ユナイテッド対コロラドラピッツの模様をお送りしています。今回のスターティングメンバーです。コロラド、ゴールキーパーマーカス・ハーネマン、
ディフェンダーコモスコ、トリッチェ、バルボア、ヘンダーソン、ミッドフィルダーポール、カスタネーダ、バームス、ブラボー、フォワードパチーノ、ウェガリとなっています。続いて DC ユナイテッド、ゴールキーパーマーク・シンプソン、ディフェンダーバウドレル、ラモーサ、アグース、ピエイ、ミッドフィルダーメスナー、キルダーマン、ウィリアムス、ハークス、フォワードラメル、セネウとなっています。さあ間もなく、ファーストハーフが始まります。観客数が 16,790 人です。気温14度、 DC のブルースアリーナ監督です。こちらはコロラドのグレン・マイヤーニック監督。レフェリーはジョシュア・パトラクさんです。今日はやっぱり DC ユナイテッドの方は、はい、エチベリ選手とモレノ選手がいないんですけれども、彼がもう、まあ、彼たちがいないと、チームが、先日のことはもう変わってないんですけれども、ポジション、はい、選手のポジションだけ変わりまして、はい、前はセネウ選手が、前は中盤でやって、今日の試合はフォワードで、はい、出てるんですよ、はい、それとあとは、ハックスの方は、ジョン・ハックスの方はもうちょっと、前の方に、イチベル選手のやったことを今日は、やると思うんですよ、はい、さあキックオフになりました。左エンド DC ユナイテッド、右エンドがコロラドラピッツとなっています。紺のユニフォーム DC ユナイテッド、白と緑のユニフォームコロラドラピッツです。さあ早速ゴールのチャンスか。これはディフェンダーにクリアされてきます。ジョン・メスナラメルから、さあこのパスが一度セネウに通りましたが、また戻されています。ピエイ、さあそしてコロラド、はいですよね、あのハンクスのやっぱりタッチプレイス、はい、あのダイレクトのパスがないですよ、はい、今出ていたデータですが、DC は対コロラド戦で4戦全勝しています。さあなんとか前半でコロラド1点を入れておきたいところです。トリッチェ、さあパスを、さあ上げてきましたが、これはシンプソンがキャッチ。バウドレル、さあミニセネウですね。これはパスがうまく通りません。トリッチからポール、メスナ、
か。セレウにボールが当たりました。さあセンタリング入れるか。一旦戻します。上からキルダーマン、これはクリア。さあ一旦戻して、さあまた同じ位置ですね。そうですね。セネウ、さあセンタリングはなかなかうまく合いません。DC ユナイテッドの方はやっぱり右サイドを、狙ってますよね、はい。まあ、5分はまだ経てないんですけれども、右は、ね、右の方はジョン・ハンツとそれからセニョ、はい、ね、出てるんですけれども、それであとはそちからは、センタリングとそれからもうワン・ツーを、ね、まあ、あのフォワードの渡すとか、ね、はい、そういう作戦だと思います、はい。左の方はあのラメル選手が出てるんですけども、そのラメル選手は、まあ、ワントップみたいな形に、はい、ゴール前にだから右を、ね、うまくボールを、細かく回して、まあ、どんどんつないで、それから、ラメル選手に、ラストパスですか、はい、するというか、ね、そういうかあの作戦は、高いんですよ。さあこの3番の選手シン・ヘンダーソン、さあそして右に、右から上がってきています。これは、はい、ポールのセンタリング、このヘッドは合いません。ちょっと今タイミングがずれた感じですかね。シン・ヘンダーソンです。さあ DC の攻撃です。戻します。さあパスが、レスナースローイン、ファウルです。さあこれはファウルです。ブラボー。さあバルボア、ロングパスを出します。さあウェガリー、これはオフサイドです。コロラドの方はやっぱりあのディフェンスラインからはフォワードに渡すという、はい、ね、ロングパス、まあ、先がバルボアがボールがもらって、それからウィガリ、直接に、はい、ね、パスして、それからまた、トリチェボールを持って、それからパチーノに、ね、ロングパス、そういう作戦があったと、はい、ね、カウンターという作戦を、狙ってますけど、そう、まあ、いい逆サイドですね。さあこれはクリアされています。コーナーキックですよね、はい。トムハックスがいいコーナーキックを蹴れますから、もうこういうチャンスが面白いじゃないですか、はい。さあコーナーキックです。これはクリアされています。ポールカットですよね。ヘンダーソン、うまいこと上がってきたんですけれどもね。そうですね、はい、
ちょっと中盤、後ろの中盤のボールで出すタイミングは、ね、ちょっと不安定に遅かったんですよ、ね、はい、またどうも、はい、ね、ジョン・ハンクスから右、はい、まあ、これはアウスサイドですよね。これがジョン・ハンクスちょっとね、オフサイドラインには見なかったんですよね、はい、もったいなかったんですよね。さあリプレイです。あ、そっちにボールが来る。そうですね、まあ、ディフェンスからのボール、相手のディフェンスからのボールでしたら、はい、オフサイドじゃなかったんですけれども、それでやっぱりね、ウィレムズにボール当たったから、ね、はい、オフサイドになりました。コロラドはやっぱりカウンターを、ね、ロングパスからは、相手の裏にどんどん狙ってるんですけれども、もうちょっと細かいパスからね、どんどんつないで、それからもうチャンスを作ることをやらないと、はい、逆にはもうせっかく中盤の4人がいますから、はい、そのね、中盤からディフェンスから、中盤にボールを出して、それから中盤からはボール回して、それからもう中盤からはフォワード目指すという形にすれば、ね、もっといいサッカーができると思うんですけどね、はい、逆に DC ユナイテッドの方はやっぱりラインディフェンス、ね、4人、ラモーサ、それから、はい、コスモス、それからバルボア、はい、バルボアじゃなくてですね、ごめんなさい、バオドレル、それからラモーサとアーゴスとペア、はい、ね、この4人はすごくうまくがポジションとかね、ポジションというかのバランスが取れてるんですよ、はい、逆にはそういうポジションを崩すためにはやっぱり細かいパス、ね、でその4人はサイドに行かせる、はい、ね、それ行かせるときにはその出た選手のところにボールが入れるとか、そのフォワードはそのところに、ね、入れば。 DC ユナイテッド26点中8点を開始15分でゲットしています。こういうパスはほとんどは、ね、キッパーの、はい、シンプソン、DC ユナイテッドの方はやっぱり中盤がどんどんボールを、ね、回して、ね、それがスペースあるときには今みたいにどんどん入ってくるとかね、こういう形は非常に面白いですよ、ね、逆サイドにしたりとか、ね、もう綺麗なサッカーはやってますね。やっぱりコンビネーションの方はやっぱり DC ユナイテッドの方が、いいだと思うんですけどね。これ倒されましたか。これ DC ユナイテッドの方、人柄反…あれ反対じゃないかなと思います。今倒されたように見えたんですが、そうですね、その前なんかあったじゃないかな、ハンドを取られたんでしょうか。そうですね、これもファルかな。あれ、さっきのファルじゃなかったら、これもファルじゃない。これが面白いですよね、はい、やっぱりラモサとそれからウェガリー、はい、ね、まあ、ほとんどマンツーマンマークになってますよね。やっぱり相手はツートップですからね、こちら DC ユナイテッドみたいに、いや、ディフェンスラインの4人はツートップを1人、ね、マークすれば、もう1人がマークすれば、それ2人残ればもう安全大というか、はい、ね、それがもううまく、ディフェンスができるんですよ。お、さあここからボール出ましたね、はい、なんとか うまいことセンタリングを入れたいところでしたが、さあ DC のスローインです。ちょっとがトラップミスでしたね、はい、ファルですね。ボールグラボー、さあ右に、まあ、いいボールを出しました、はい、さあこれはディフェンダーに当たっています。
もう一度ブラボー、センタリングを出した、この辺レーディングは右サイドの方に出してしまいましたが、いいところいましたんですけどもね、はい、もうね最高のセンタリングも来て、それは決めないと、はい、また DC ユナイテッドの右サイド攻撃、はい、これが面白いですよ。レスナやっぱり今日はエチベル選手がないから左の方はあまり、ね、はい、あのボールがあまりいい場面が出ないですよね、まあ、逆にあの今日はジョマハンツ、ね、右にいるからみんなが、ね、彼にボールも集まるというか、はい、さあコロラド上がってきましたが、左サイドからはヘンダーソン上がってきていますが、バッチリですよね、はい、さあセンタリング、これはクリア、さあここでシュートチャンス、これは右に外れています。いいチャンスでしたね、はい、このディフェンスがそこはね、やっぱりこの場面は早めにがクリアしないと、早くクリアしないとすごい一番危険なところですから、はい、やっぱりなんとか前に出して、ね、それチームは、楽になるように、それから、ね、ミスからは相手にチャンスを出したんですよね、はい、いいボールですよね。さあセヌロスボール、しかしカットされています。さあここからアメル、ちょっとそこはね、そこはちょっとちょっと狭かったんですよね、はい、まあ、コロラドの方はやっぱりミスパスが多いですよね。そうですね、ミスが多い方がやっぱり負けというのも、それはサッカーの、はい、さあラビッツボールです。デパス、これはカットされています。ディフェンスから、ね、フォワードに出すのは、はい、ね、また右のリーシボール、セヌからウィリアムス、また右に行きますね、はい、右にはバグレル、ナイスヘディングですよ。ウィリアムスからこのヘディング、あ、ナイスキーパーですよね、これが素晴らしいヘディングでしたね、まあ、センタリングがいいセンタリングですね、はい、してそれからもういい、ヘディングシュートだったんですけれども、はい、キーパーのナイスですね、いいプレーです。キーパー本当にナイスセーブという感じですね。そうですね、はい、さあコーナーキックになります。キッカーはハークス、これはクリアされています。さあシュート、お、面白いですよね、シュート、セノフォワードの方に頑張ってますね、中盤からフォワードに変わって、はい、そこでもいい場面が来て、そっちからねコロラドはね、はい、またディフェンス出して、ね、そっちからミスも相手は、ね、ボール取られたらもう逆に終わりですよね。さあコロラドチャンス、ファールですよ、あれ倒されたように見えますが、ね、ピケ取ってもおかしくなかったんですよね、はい、だって完全にディフェンスがボールがもう触らなかったんですよね。やっぱりパチーノ選手が速いんですよね、ボールを持つ時の、はい、デビッド・パチーノ選手はメキシコ代表の選手ですね。
そうですね、今日の試合はコロラドの方は、はい、カスタネダと、はい、それからパチの選手ですね、はい、2人とも同じくあのメキシコ、代表選手ですね、はい、さあ先ほどナイスセーブを見せましたマーカス・ハーネマンです。中盤が顔出してくれないですよね。もうディフェンスがボール持ってる時に中盤みんな上がってくるんですよ、はい、そディフェンスが前に蹴るしかないんですよ。前に蹴ったらやっぱりディシユナイトがしっかり、ディフェンスがポジションがしっかり守ってるから。さあポール、さあうまいパスを出したがこれは誰もいませんでした。さあバルボアにボールが渡ります。ロングパス、ポジション的にはやっぱりはディシユナイトの方が良いですよね。コロラドの方はやっぱり 4-4-2 と使ってるんですけども、ある、はい、ある時には、ディフェンスが3人しかいないんですよね、はい、その後ある時には2人しかいない。それが2人が、ね、いる時には2人だけに残る時には、ラメルとセネは、1対1の場面がなってしまってますよね。それカバーリングは誰もないからちょっとその辺は、ね、コロラドの方は直さないとやられるが、はい、あこういう場面は。やっぱりチームはやっぱりもうどのチームでもやっぱりね、約束ごと、はい、それからディフェンスが誰が右に出る誰が左に出るとか、それがもうディフェンスがするときにははっきりねしないチームはやっぱりはっきり、その約束を守らないとやっぱりチームのリズムが崩れるんですよ、はい、なるほど。まあ、コロラドの方は、まあ、ディフェンスが右に出たり左に出たりとか、はい、ね、それがバランスが、うまく取ってないんですよ。ディシユナイトの方は、ね、右と左は、はっきり分かって今は分けてますし、はい、さあ BC チャンスか。さあここでボールが出ましたがピエ、コロラの方は苦しいですよ。もう今のそうですね。もうメスナー、これはファウルでした、ね。ファウルですね。やっぱりファンの声とそれからね、選手たちの声で審判がボールあのファウルとったんですよ。あ、そうですね。これは多分ルールバックという取ってじゃないですか。はい、審判で。まあ去年からルールバックというね、国際サッカー連盟から審判に認定するか、もう間違えたらもうね、はい、両方もう戻してもいいよというルールバックの方になっているところですよ。さあフリーキックです。あれ壁おかしいですよね。外側の選手が誰がマークしてる。外側の選手は誰もマークしてないんですよ。さあこれはパンチングで逃れます。さあここからはい、これはすげーシュートだな、はい、50メートルの高さのシュートです。ああいうシュートはやっぱりトラップやりにくいんですよね。さあこれ DC チャンスか。コースは、まあ、外したんですけれども、はい、外からからどんどん開ければ、開ければ、
ああ、いいボールです。さあ、これはこれが決めないとパチンノがいいボールをもらいましたんですけどもね、はい、キーパーが位置から見てね、まあキーパーの、まあ、完全にキーパーのところに蹴ったんですけども、そのボールやっぱりね、左キーパーが出たから左の方に蹴ってくれればちょっとカーブかけて、そうですね、サイズじゃなかったんですよね、あれ今のはもうあわや1点入るかというところでしたが、そうですね、はい、まあ、さすがパチの選手が、まあ、さっきのね右からもいい場面がありまして、それから今はねあの左からもういい場面も作ったんですけどね、まあ、完全にキッパと1対1になりましたね。ちょっとが焦ってねしたんですけども、もうちょっと余裕を持って、はい、よく見たら自信ないというのはみんながフリーになってるんですよ。あ、だってコロラドの方はやっぱりボール、まあ、選手たちはもうほとんどはボールしか打てないから、はいはい、さあバードレルからセンタリング、これはクリア、アグースからまたフリーになってますよね、はい、これはキーパーの正面でした。完全にこれはバックパスみたいなもんですね。もうヘディングシュートかパスかはっきり、はい、リプレイです。ウィリアムズから、その時はコースがなかったから1回、ね、落としてキルダーマンのヘディングはキーパーの正面でした。あれ1対1の前ですよね。さあラメル、わあ、さあこれはポストをヒットしています。あ、ポスト大丈夫かな、強烈なシュートでしたね、もうポストが、はい、まあうまかったな、これが3メートル前にねゴール外してポストに当たるのは、ね、ポスト狙ったんじゃないかな。いやー、ハーデンはもうヒヤッとしたでしょうね。でもキッパーはね、しっかりあのコースが、ね、はい、知れたんですけれども、はい、でまあそこかな、もうちょっとかな、まあそこはもうああいう場面ずしかなかったんですけれどもね、前のコロラドのディフェンスがおかしかったんですよね、まあ、1対1やらしてね、はい、あのカバリングなかったから、それでキッパーと1対1になってしまったんですよ、はい、さあマルセロ・バルボアです。ウィリアムズからボール出ました。これはさあバルボアにボールが当たります。ここでうまくコロラドが上がっていけるといいんですが、でもパスがうまく通りませんね。中盤が誰もいないんですよ、はい、そこでチャンス、これはディケです。これは痛そうですね。これは前からがもう言ってるんですけども、はい、やっぱり中盤がもういない、まあ、中盤がディフェンスがボール持ってる時に中盤が戻ってこないんですよ、ボールもらうように、それでディフェンスからのミスでフリーだったんですよ、はい、ラメルはもうフリーだったんですよね、もったいないですよね。コロラドの選手も抗議しています。だからそこからバルボアがボールもらって、それからね、あのディフェンシブハーフが中盤の1人戻ってボールもらうように、それもらったらすぐ中盤としてボールもらせばいいんですけれども、はい、ここからは、まあ、ディフェンスからボールもらうときには誰もいないんですよ。なるほど、前に蹴るしかないし、はい、ね、それから今がもう蹴るミスで、ね、蹴るミスでそれがフォワードに、はい、PK です。 DC ネットとハックスが取りますね、はい、ハックス、これはチリ決めました。DC ユナイテッド1点を先制です。
ていますね。そうですね、まあ、キッパーがコースがね、はい、だったんですけれども、もうちょっとだな、キッパーは残念でしたね。さあ DC の地元ファンは大喜びです。バウドレルからメスナー、さあここで右にいいですね、ウィリアムスセンタリング、あー これが決めないと、このヘディングもキーパーの正面、キーパーもびっくりしましたね。これいいセンタリングでしたね。そうですね、ウィリアムスのセンタリングからメセナ、これがね、このセンターもうこのヘディングシュートはやっぱりね、キーパーの前にバウンドさせれば、はい、ですけども上から下にというヘディングがすればね、まあ、そのキーパーに一つではやっぱり非常に、ボールが取りにくいんです。まあそこは、まあ、選手はもういいセンタリングだったんですけど、はい、ちょっと高いボールが出てたんですよね。それでやっぱり体のバランスが取らなかったんですよ。そういう、うまい。さあこれは入りますと、キーパーが前に出てきてしまいました。セネオ選手ですね。はい、その前はハクスの、ね、相手のボールがうまく取って、ね、それがセネオに、はい、もうパスして、それからセネオがキーパー側をして追加点を取ってですよね、はい、素晴らしかったですよね。さあリプレイです。いいパスでしたな。もう間に合いませんでしたね。これまたディフェンスのミスなんですよね、はい、このポールからのパスを取られてしまいます。そうですね、もう完全に、はい、今日はコロラドのディフェンスがおかしいですよね。まあ、バルボアもちょっと防ぎきれないって感じでしたね。そうですね、はい、それが向こうから、まあ、サイドからはやっぱりサイドから中に入れるのはやっぱり非常に怖いんですよ。できるだけはやっぱりサイドがディフェンスがボールをもらうときにはサイドがでもらうときにはサイドに出すという、はい、ね、まあ、ダメだったらやっぱり中を使ってもいいんですけれども、はい、もし中でダメだったらやっぱり、ね、あの相手の裏に蹴って一回安全をして、それからまたチーム直すんですよね。前半で2点を取られていますコロラド、また1対1になってますよね。さあこのシュートはキッパー一ポジショニング取りますけどね、はい、まあ、2点とも、ね、あの取られたんですけども、はい、キッパーの、ね、あのいいところがいたんですけど、ね、最後の1匹はもうあれ仕方がなかったんですよ。それとあとは先の、ね、サネオと、まあ、キッパーと1対1になってしまったから、はい、そこはもう出ないといけなかったんですよ。さあシュートか、わあいいシュートでしたね。これはボール左にそれています。またパチーノ選手ですね、はい、やっぱ正確にフォワードいいんですけどね。さあなんとかここで1点でも返しておきたいコロラド。もう今見たらね、相手 の、まあ、あの攻めてるんですけれども、はい、ね、あのコロラドの方は急にあの前にいるんですよ、はい、まあ、2人しかあバルボが上がってますね、はい、でそこそっちからボールを取られたらもうすぐカウンターを。セネウ、はい、逆にザルニで負けてるんですけれども、コロラドの方はもうちょっと落ち着いて、またチームを、ね、あのバランスが取ってからやらないと、はい、ね、またがもう3点目に、ね、やられる可能性があるんですよね。まあ、まだ前半ですから、ね、まだ後半もあるし、はい、ね、もうちょっとは、チームを、直し、ね、世界ステルスのポジショニングを直せば、アルゴアにボールが当たっています。
バルブはどんどん上がっていますね。ここでまたカットされてして、しまっています。リシュナイトはもう綺麗な、ね、ディフェンスライン、はい、取ってますよね。まあ、ラモスは今真ん中でいるんですけれども、そっちが怖いんですよね。ボール取られたら悪いんですよ。戻します。こういうカバーリングがうまいんですよね、はい、ディシュナイトの方は一人がボールが似て、まあ、必ずも一人があの二つ目つながって、ね、あの二つ目のボールが狙ってますよね。立てないんですよ。ファールですよね。やはりコロラドはパスをうまくつなぐということを考えないと点には結びつかないといった感じなんでしょうか。そうですね、はい、やっぱりポジショニングはもう悪いから、やっぱりパスコースができなくなってるんですよ。上手いですね。ホールまたそっちからそっちに力はやっぱり出ないんですよ、ね、それが僕かな。そっちからはやっぱり出ないんですよね。ディシュナイトの方はやっぱり中盤のところは非常に強いんですよ、はいはい、まあ、チェックもあキッパーコナキックですよね。コナキックになります。上がりからさあセンタリング、このヘディングは効かない。ここからシュートできるか。これはオフサイド、その前センタリングからもオフサイドなんですよね。ちょっと審判がちょっと遅かったんですよ。そっちからもオフサイドだったんですよね。なるほど。やっぱりディシュナイトの方は中盤のところは非常に強いんですよ、はい、まあ、今セネオ選手がもうあのフォワードで出てるんですけれども、相手チームがボールを持ってるときに必ずもう下がってるんですよ。その時にはディシュナイトのは、ね、4-5-1 というシステムがなってるんですよ、はい、ワントップという形になってるんですよ。そのワントップになるときにはやっぱり非常に守るの方は強くなるんですよ。さあコロラドチャンスか。出ました。これはタッチラインを持っています。ブラボーのスローイン。さあここからなかなかうまくセンタリングもさせてもらえないような、そうですね、DC のディフェンダーがやはりいい位置にいるという。これがやっぱり崩れてきますね。もうポジショニングしっかり守ってるんですよ、はい、うまい、うまく左にボールを出しました。DC このセンタリングは合いますね。 DC は本当のバランスがいいんですよね、まあ、さっきあのラモサ選手が、ね、はい、あの相手のボールがカットしてそれがもうつなぐことができなかったからもう前に蹴って、ね、はい、相手のキッパーの、あのハネマンのところに蹴ってそれがまたチームが、ね、ポジションを直すそうですね。チームはやっぱり非常にチームにとっては非常にあのプラスなんですよね、はい、力はちょっと強った方がいいですね、はい、レスナーからうまい。さあガルスのハークス、これちょっとミスでしたね、はい、そっちからやっぱり自信がないというかもうチェックも早いんですよ、ね、一人一人早いんですよ。
リスタートをしていますが、いいリスタートですね。ここから、これがちょっとがね、そうですね、今日はコロラドがなんかおかしいですよね。結構いいところまでは行っているんですけど、パスがうまくつながらないという。今のはハンドではないドっぽいでしたね。いい、このシュートも右に攻めています。リッチ・ウィリアムス、ハンドっぽいですよね。そうですね、あ、いいシュートでしたね。強いですよ ね、そっちからはやっぱりディフェンスがないと強いです、やっぱりチームは強いチームはやっぱり守りから始まるんですよ。やっぱりしっかり守ればやっぱりチャンスが生まれてくるんですよ、はい、ブラボー。三角ボールを出しますがカットされています。バルボは一旦戻します。あ、国地ミスがいるね、はい、このとこだったらもう絶対よね、許さないですよね、許さないはずですもんね。前半残り5分を切っています。 DC ユナイテッド2点のリード。熱いですよね。ちょっとかわいそうです。1人でそうですね、なんか今も出すところを探していたような感じがありましたが、さあここからシュート、あれはでも素晴らしいですね、まあ、シュートまで、はい、フィニッシュまでがね、あの、はい、バチの選手がね持っていくんですよね。さっきがもうね、言った通りやっぱり下がってそっちからは中盤、はい、仕事をやって今度は最後はフォワードの仕事になったんですよ。このところがやっぱりコロラドの方一番がね、チャンスメイカー、はい、作ったんですよね、まあ、チャンスも作ったりとかもうシュートまでが言ってるんですよね。今のシュートは惜しくも、ね、中盤もちょっとがね、はい、中盤もちょっとサポートがなくすればいいんですけど、中盤がボールもらわないんですよ。もらうときにはもうミスしちゃうし、ね、今日はね、あのコロラの方はやっぱり調子が、あの練習のときにアメリカンフットボールのボール使ったじゃないかなという感じするんですけど、選手たちも一生懸命やってるけど、はい、中身がね。フリーキックはバルボアがクリア。さあシュートか。バルボアに当たっています。さあ今3対1でそれでも負けてしまったんですよね。コロラド。はい。コロラドは今季2点以上取ったことということなので、ここでなんとか点数をコロラドも入れてですね置かないとかなり危ないんではないかと。さあこれはランチングで逃れています。あ、ナイスキーパーですよね、はい、チャンスが取れたんですよね、さあ DC チャンスか。このシュートは
大きくゴールを越えていっています。スティーブ・ラメヘンダーソンからマッチーノ、三人ブラボー、バルボン、ここまでが下がっています。はい。舐めるだけの速度ですね。終了です。2対0と DC ユナイテッドがリードしています。フレッシュ感が生きています。フレーク状だから溶けやすい。しかも手間暇かけた直火作り。香りが違う。どこが違うか一度食べてみて。横浜舶来亭エバラから新発売。121年の伝統、一つの変わらぬ製法、 5% アルコール、限りない飲みやすさ、キングオブビア、バドワイザー。神が来た。日本上陸。ゴールドメダル受賞。レッドビール。レッドウォーフ。スポーツは ESPN 主催のフィラ素人ゲームスが8月16日17日の土日、東京は駒沢体育館で開催されます。バスケの試合はもちろん、バスケファンの交流の場を提供するイベントです。内容は 5on5 オールコートゲームや JBL 選手によるバスケクリニック、そして島本和彦さんのバスケットトークショーなどなど。参加数は小学生の部、中学生の部、一般の部、合計50チームを予定。参加料は1チーム3000円、もちろん観戦だけだって OK。 入場は無料。特別協賛にはチェンジザゲームでおなじみのフィラ。公演は JBL 月刊バスケットボール、スポーツ日本新聞社です。お申し込みお問い合わせはご覧の宛先まで。優勝チームには副賞として1チーム8名様を NBA 観戦ツアーにドドンとご招待。7月6日締め切りです。お早めに。
ESPN がお送りしていますメジャーリーグサッカー、今回はワシントン DC RFK スタジアムより DC ユナイテッド対コロラドラピッツの模様をお送りしています。現在ファーストハーフが終わって2対0と DC ユナイテッドがリードしています。今週のディススタッフキックスです。 DC ユナイテッドのジョン・ハークスがジョン・メスナーへパスを送ります。メスナーシーズン初のゴール。DC ユナイテッド対コロンバス戦は順調に3対0で終了。 DC ユナイテッド喜びにあふれるのは当然でしょう。キック後スティーブ・ラベルが再び得点。シーズン初の彼のゴールは3の是戦。イースタン1位のチーム DC ユナイテッドが4対0で圧勝。しかしニューイングランドレボリューションは週末までに2勝を挙げ順調。アルベルト・ネバダはニューヨーク戦で3得点を決めました。またニューイングランドは日曜日のダラス戦でも白星を収めています。試合終了3分前、デジタル高平は LA ギャラクシーのゴールキーパーケビン・ハートマンをかわしネットにボールを押し込みました。アドリアンからのセンタリング、アイアマン・バルボアに合わせバルボアの巧みなアシスト。コロラドはタンパベイ戦を2対0で破っています。メジャーリーグサッカー、ディスタッフキックススポーツアイ ESPN、 この時間はメジャーリーグサッカー DC ユナイテッド対コロラドラピッツの模様をワシントン DC RFK スタジアムよりお送りしています。前半ハークスの PK、 サネウの得点で2対0で DC ユナイテッドがコロラドをリードしています。スカイ A 6月のプログラム。暑い季節がやってきました。そんな時クラシックを聴いてみてはいかがでしょうか。モーツァルト、ウェーバー、ブラームス、ドビュッシー、ラベル、マーラン、そしてバッハがあなたの心を捉えること間違いなしでしょう。スカイエーより心安らぐひとときをお送りします。そうなんです。センブリ、消去、2つの生薬で血行を促進します。血行改善で胃腸を改善、イエセントスペリオ新発売。Watch out! Watch out! Cut! Perfect! That's so hard, I gotta cool off. エルメントールでひんやり入浴、つむらアイシングバス。Dennis? Hello? There was no film in the cabin. What? はい、もう当たる。121年の伝統、一つの変わらぬ製法、 5% アルコール、限りない飲みやすさ、キングオブビア、バドワイザー。狼が来た。日本上陸、ゴールドメダル受賞、レッドビー。レッドボール。MLS メジャーリーグサッカー、今回の対戦はコロンバスクルー対コロラドラピッツ、東西カンファレンスチームの激突。 MLS コロンバスクルー対コロラドラピッツは月曜日午後6時から。ワシントン DC 対コロラドラピッツの模様をお送りしています。今週のフェアプレーです。ニューイングランドレボリューションのアルベルト・ネバダの活躍。 PK でレボリューションの1点目を収めた後、胸トラップでボールを落とし、左隅へ2点目のゴールを押し込みました。19分後3点のゴール。メトロスターズのディフェンダー抑えることができません。両親がアルゼンチンから訪米中のアルベルト・ネバダをチームメイト全員が感極まって祝福。今週のフェアプレーでした。
お知らせの後はファーストハーフのハイライトをお送りします。ワイザー仲間で飲むならやっぱりバドだな。限りない飲みやすさ、バドワイザー。121年の伝統、一つの変わらぬ製法、80カ国以上で愛される世界の味、 5% アルコール、限りない飲みやすさ、それがキングオブビア、バドワイザー。お腹を引っ込ませるために毎日涙ぐましい努力をしているあなたに素晴らしい朗報です。究極のアブフレックスをご紹介します。アブフレックスは上部、下部、側面部の腹筋に直接、しかも簡単に働きかけます。そうです、これまでちっとも言うことを聞かなかったあなたの腹筋をストレートに直撃するんです。アブフレックスを使えば短期間でお腹を引っ込め、スリムでセクシーなウエストラインを作ることができます。あなたがやるのは毎日3分間のエクササイズだけ。アブフレックスは18段階のレベル調整が可能です。3キロから60キロの負荷調節ができます。初心者、ベテラン、女性、男性、幅広く使っていただきます。腰や背中に全く負担をかけず、ほんの数週間で劇的な効果をもたらします。今アブフレックスをご注文いただくと、英語版のフィットネスインストラクションライブテープもお付けします。さあ、もう何万何十万ものお金をフィットネスにつぎ込むのはやめてください。究極の腹筋フィットネス器具アブフレックス、今特別価格9800円でお届けします。さあ、今すぐお電話ください。さもないとあなたのお腹は膨らむばっかりですよ。効果確実、わずかな費用でスリムでセクシーなウエストラインをお約束できるのはアブフレックスだけ。お申し込みは今すぐフリーダイヤル 0120-821-721 番でどうぞ。代金はお届けの際現金でお支払いください。コールナースポーツは ESPN がお送りしています。メジャーリーグサッカー、今回はワシントン DC RFK スタジアムより DC ユナイテッド対コロラドラピッツの模様をお送りしています。さあ、前半は2対0と DC のリードなんですが、テオさん、前半を振り返ってどうでしょうか。そうですね、前半が見るとやっぱりコロラドのディフェンス、はい、ディフェンスラインとかで、まあ、中盤もそうですけれども、やっぱり酔っ払い状態みたいな形でやってるんですから、またね、ミスが多すぎるんですよ。それがミスが多すぎて、それで相手にチャンスがあったんですよ。それで DC ユナイテッドはうまくそういうチャンスを、ね、うまく、はい、フィニッシュを、してるんですよ。これは PK のところですね。ハーネマンが、ラメルを倒して、PK で1点目が入ります。2点目も2点目です。同じミス。はい、はい、ディフェンダーからのミスで、はい、また、はい、ジョン・ハンクスが取って、スネオに、はい、ね、まあ、アシストみたいなもんですよね、まあ、キーパーかわして、はい、それやっぱりもうディフェンスはめちゃくちゃです、はい、そのところはアウトサイド出すがもうおかしいんですよ、ね、アウトサイド出すとやっぱりトラップやりにくい、はい、その後にサイドのパスもひどかったんですよね、はい、バルボーも間に合ってませんね、全然もうクリアできないそうですね、はい、そこはバルボーは間に合うよりはさ、はい、やっぱりバルボーを知るから見たら、まあ、このね、はい、どうしようもないプレーはやらないと、なるほど、そういう意味では後ろから見て、そういうはもううちはそうやらないと、それで自分で上がって、それがもう、で、あ、やってしまったなと下がってきたのが間に合わなかったです、はい、さて、次回のメジャーリーグサッカー、コロンバスクルー対コロラドラピッツは6月16日月曜日午後6時よりお送りいたします。
BC 2対0とリードしています。お知らせの後はセカンドハーフの模様をお送りいたします。ナイスショー、ナイスショー。バドワイザー、飲むならやっぱりバドだな。限りない飲みやすさ、バドワイザESPN。 この時間はワシントン DC RFK スタジアムより DC ユナイテッド対コロラドラプツの模様をお送りしています。前半2対0で DC がリードしています。さあセカンドハーフ始まりました。左エンドコロラド、右エンドが DC ユナイテッドとなっています。コーナーキックです。もう3秒です。はい、今日活躍しているハーネマンです。コーナーキック、キッカーはアークスです。さあこれはクリア。さあここでなんとかコロラドも点を入れていきたいところですが、ここで1対1になりました。ラメルとハーネマン、コロラドは 0-2 で負けてるんですけど、はい、それでもメンバーチェンジしないんですよね。なんとかね、はい、同点してそれ逆転に入れようという。全く変わらないですね、はい。さあバルボア、さあコロラドもここでこのパスがうまく通りません。やはりパスミスというのがかなり目立っているようですが、これは
わずかに左に逸れています。これ面白かったですよね。はい、クロラドがさっきね、今が細かいパスからのシュートが良かったですよね、はい、こういう形がやればね、パチの選手とそれがカスタネダ選手もいけると思いますけどね、はい、前半の28分と31分に点が入っています。中途半端ですね、はい、でコロラドの方はやっぱりボール持ってる時にもうちょっと大事にしないと、ね、あの3点がやられるも、はい、それは当たり前ですよね。リーシーも上がってきます。キルダーマン、さあセレン、まあ、いいですよね。決めないんです。ちょっと決めておきたいところでした。おお、喧嘩になりそう、はい、おお、面白いな、はい、あ、ハーネマンとハーネマンとラベル、ラベルですよね。先ほど倒されてますからね。それ引っ張ったか、まあ、キッパーに邪魔というか、はい、まあ、キッパーはね、このディフェンスラインがあってやっぱり頭が強いと思いますよ、ラベル、イエローカードが出ています。まあボールが関係ないところでね、はい、そのサイティングな、スティーブ・ダベルにイエローカードです。信じられないといった表情。でもやってしまったなという分かってるんですよね、はい、さあリプレイです。この位置から面白かったんですよね。あ、フリーでしたね。決めてよかったよ、はい、それそっちからは、あ、ここでちょっと掴んだ、そうですね、そうですよね、はい、それで首が面白いなこれ。さあ BC のチャンスです。パークス、さあこのセントリングはディフェンダーがカットしています。キルダーマン、ピエイ、これは大きくゴールラインを割ってしまいました。まあ、コロラドの守り、はい、ね、まあ、前半終わってハーフタイムの時に監督が直したと思ったんですけども、はい、全然直してないんですよね、はい、先ほどのイエローはあれはハーネマンに出たイエロー、そうですね、はい、さあコロラドは何としても1点を返したいところですね。そして DC は追加点を入れてコロラドを引き離したいところ。さあ、これは倒されたか。これはコーナーキックですね。コーナーキック。コーナーキック。はい。バルボア。バルボア。押されました。はい。これはコーナーキックの時にある形がね、はい、守りの形が良かったですけどね。キッカーはハークス。キーパーの正面、守り方はみんなポジショニングしかね、はい、やってるんですけどクリアまでは、まあ、できてないですよね、ラベル選手は今日はいいんですよね。そうですね、
トラベルに。うわ。そこにミスだな。はい。さあウィリアムズ。いい形ですよね、はい、中盤とフォワードのワンツーが良かったですよね。つなごうとしてるんですけどね、からのね、まあ、メザからのパスですね、はい、それからもう後ろからのバーラッピングした選手をうまく使って、はい、それ、はい、そっちからは素晴らしいセンタリングでしたね。綺麗です。でピアもうフィーだったんですけどね。ねまだリプレイです。ね、ピアはフィーだったんです。フィーだったんですよね。でコロラドのディフェンダーは、ね、まだボールしか見てないです、メザのボールが、ね、非常に面白かったですよね、はい、チョンレスナーからバドレルバドレルからの素晴らしいセンタリング、はい、これフリーだったんですよね。本当に、頭を合わせるだけという感じでした。そうですね、まあ、頭に当たるだけだよという感じですよね。これがコロラドのディフェンス、もう一回はね、はい、今シーズン初のゴールです。やっぱりディフェンスはもう最初から最後までやっぱり集中しないとそうになってしまうんですよね、はい、ボールしか見えないとボールしか見てないとこうなってしまうんですよね、あそこはサイドからはじゃあセンタリング、あの位置はセンタリングするしかなかったんですよ、はい、それでもうちょっとがね、ディフェンダーがね、そのエラーないにいるディフェンダーはもうちょっとが自分のポジションをもう一回確認して、それから相手の、オフェンスの選手をね、きっちりがね、マークさせれば、3対0で大きいですよね、本当にここら辺で1点を返さなければコロラドちょっと危ないといった感じです。でもチームは全然変わってないから、はい、それ4点目にやれる可能性も大ですよね今のところ、はい、その逆にはやっぱりどうしても1点が、ね、まあ、負けてるですからね、1点が取りたい気持ちがものすごく、まあ、そろそろが出てくるかと思うんですよ。それで前に出てしまうと、はい、ね、DC ユナイテッドの方にもまたチャンスが生まれてくるんですよね。まあ、これの方は、はい、まあ、いいパスですね。さあセネが右に出します。さあハークス、ああ、バルブアとハークス、さあコロラド、そっちから遅いんですよね、はい、ここから
こういったあのパスがうまく通らないという、なかなかチャンスはあるんですけれど、でも向こうのフォワードがパチーノとウェガですよね、それでそこをストップにはね、そのフォワードまでからボールをうまくいかないんですよ、それがもう点がならないんですよ。これやっぱりあのフォワードのコンビネーションも、ね、問題だと思いますけどね、それが中盤とフォワードのコンビネーションですよね。いいスルーパスでしたね、それで迷うとですね、誰がやめるとすぐセネラですか、はい、そこの位置はね、やっぱりラメルが中に入って、それからもう外に回ってる選手に任せるからね、ウェーガリーからパチーノになかなか繋がりませんね。そうですね、またバルボアとラメルがもう1対1になってますよね。パチの今がね、左、ね、右ウィングみたいな形なんですよね、はい、彼がもう本当はフォワードがであればもっといい形ができるんですけどもね。シュート、しかしゴールを大きく超えていきます。でもフィニッシュまでいけたんですよね、はい、やっぱりフォワードの仕事はきちんとね、ラメルコさんにはできているんですよね。まさかね、セネオと、ね、ラメルコの乱数がしてもおかしくなかったんですけどね、まあシュートがと疲れているという感じするんですね、はい。まあ、今週の水曜日はアメリカ代表対、パラグアイ代表の試合がありまして、その彼も90分間も、フル出場も出たんですよね、はい。パスはスリーバックになってるんですけども、これはもう最初からもスリーバックという形になってるんですけど、はい、まあ、これがスリーバックとスリーゴニーで3ゴニーというシステムだったんですけど、はい、せっかく5人の中盤がいるのに、やっぱり中盤にはボールがつまらないっていう、これはちょっとおかしいですよね。パチーノここまで下がってますよね、フォワードの。これやっぱりチームの、ね、約束ごとはないっていう、なるほど。さあ、コロラドチャンスです。
バウンス倒れていますが、セネルが上がってきています。さあさあ、このシュートはちょっと弱いようですが、まあ、クロラの方はハリスが入って、はい、まあ、完全に3、まあ、3、4、3という形になってますね、まあ、その点が取りたいという、ハリスがもうフォワードの選手ですから、はい、ね、それでヘンダーソンと代わって3バックの、コズモ、それからトレーニングシュー、はい、それからバルボアだけは残るんですよね。リプレイです。うわー、これはパチンコ状態ですよね。これは痛そうです。別の角度からのプレーです。ペーター・バームス、まだ倒れています。コロラドのグレン・マイアリン監督です。コロラドの選手は見かけしてますね、はい。ボールがまだ痛そうですよね。分かったんですけどね、うん、
DC ユナイテッドの選手がフリーでやったんですよね、はい、リッチー・ウィリアムズです。これで4点目が大きいですよ。ここのキルダーマンからフィーダーです。素晴らしいですね。それがシュートする前に1回キッパーの位置に行って、はい、それコースを、はい、キッパーに行ってセカックミネムズの、はい、素晴らしいゴールですね、はい、リッチー・ウィリアムズの得点で4対0となっています。それセネオね、セネオがもう下がって中盤が下がってセネオのところにウィリアムズが入って、それはもうフォワード中盤のコンビネーションがもう良かったですよね。さあ今得点を入れたリッチー・ウィリアムズ、今年の今シーズン初ゴールです。さあコロラドのコナキック、これでなんとか1点を返したいところ。さあこのヘディングは右にずれています。それでもキッパーそこでね触らないと。ハリスいいチャンスでしたけどね、パンチングで、はい、さあこれもチャンスか。
パチーノチャンスがあって、はい、そこのセンタリングはもうボール近いですから、はい、高いボールじゃなくて低いボールが出せばね、速いボールが出れば相手のディフェンスに当たってもうオンボールにもう狙えるぐらいのボールが、はい、でパチーノは下がる、はい、DC メスナに代わってジョイ・ティエナコロラドもはいそうですよね、カスタネダに代わってカー・ジェンキンス、パチルも変わりましたね、はい、中盤のところにだってそれがポール、ポールが、今リベルマスイッパというポジションが取ってますからね、はい、これ4対0で負けてですから、はい、15分なので、まあ、点が取りに行くかそのままそうです、ね、5点目にならないようにもうちょっときちんとやるのか、はい、これがもう監督の判断とする選手たちの気持ちなんですけども、あこういう場面はもう4対0で負けてるんですよ、あ、はい、いいボールでした、オフサイドです、まあ、こういう場面が4対0で負けていれば、まあ、監督が、ね、諦めるじゃなくて次の試合を、ね、考えて、はい、ね、それが選手たちはもう1回、ね、ポジションはじゃあこういうポジションをやろうと、ね、まあ、きちんとした形でやろうと、ね、この最初最後の15分がやれば、今日のコロラドはもうやっぱり形は立ってないんですよね、はい、マーシュからいいボールですね、キルダーマン、一旦戻して今のは誰でしょうか、これ自主ユナイテッドがねやることがもう、はい、ね、分かってるし、それコンビネーションも非常に良いです、はい、でパスが通りました、キルダーマン、オスタンボールがクリアしています、頑張っていますね、はい、オスタンボール、
ックスのスローインから、おこれはラメル一瞬倒されたかのようにも見えましたが、ノーホイッスルです。今日エチベリ選手とボレーの外いないから、はいね、ラメルが目指してますけどね、どうしてもエチベリがいるときにはやっぱり 左攻撃というのがありますね。そこはやっぱりモレーノ絡んで、ね、今日はやっぱりハ、ね、ックスが右の方でやって、それからラミルがワントップで出て、結構いい場面があったんですけどね。さあハリス、うまくパスが出ません。キルダーマンからピエイ、そしてコロラドも徐々にボールを上げてきました。いいボールですね。はい、マチーノコロキです、ね、はい、このチャンスがね、うまくが、4対0と4対1が、はい、違いますね、1点だけなんだけど、はい、やっぱりこの1点が取ればね、モチベーションの、モチベーションはやっぱり高めるんですけどね、はい、あ、ゴールキーパーか、はい、ゴールキーパーコロラド、ハーネマンに代わってグラファーが入ります。そうですね、キッパーがもう今日アニマンが4点を取られたんですけども、はい、まあ、経験的な場面が少なくても4回あって、さあコーナーキックから、これはシンプソンがキャッチしています。さあ素早く、レビシーナイト早いですね、はい、アクス上がってきた、はい、ラベルバック良かったですね、はい、良かったですね。コモスコがクリアしています。あ、ビシュナイトとコーナーキックです。あとコロラの方はいい感じです、はい、この選手は、アマイヤ選手、パチーノに代わって入りました。これはグラファーがキャッチ、さあハリス、これはタッチラインまでしまいました。これはね、この1ミスは、はい、まあ、今日本当はコロラドやっぱりチームね、そうなってないんですよね、はい、逆に自信ないの方はやっぱり素晴らしく、まあ、そのちゃんとした形でできてるんですよね、はい、でも自信ないの方はやっぱりエチベルとモレノいなくても、アルセ選手もいなくても、そこまでがね、ここまでができるかもやっぱり出したんですよね、はい、ね、エチベリ選手とモデルのそれかアルセ選手が行ったらどうなる、試合始まる前にはエチベリとモデルとアルセがいないからコロラドにはチャンスがあるじゃないかなと思ったんですけどね、さあバルボア、まさ出したアマイヤ、さあこれはハリスがヘディングできませんでした。ナイスキー、シェイクソンキャッチしています。まあ、最後はね、オーストラリアの方ちょっと良くなったんですけれども、でもまだまだですよね。だけど、ディシューナイズの方でも疲れもあるんですけどね、はい、試合は残り10分を切っています。
ヒルダーマピエイからパークス、そしてバウドベルに戻して、さあこれは直接シュートを狙って入った、入りました。これがキーパーはちょっとマーシュしっかり取ってはいましたね。このカードからね、ノーコースの時にやられるとこが悔しいだと思いますよ。だからバウドレルからのパスを受けてそのまま狙うとは思いませんでしたが、いやシュート狙いましたんですよね、はいはい、斜めからもセンターリングするんですけども、はい、ほらよく見て頭上げて、そういう、技、なるほど、はいね、そういう技、本当はセンタリングだったらインサイド引き分けるんですけども、まあ、よく見たらアウトサイドかけて、はい、それ低いボールが効く、はい、まあ、ゴールに狙ったんですよね。これ素晴らしいです。素晴らしいゴールです。ゴール右隅に決まりました。あそこで、ね、5対0となっています。そこの点が、ね、結構面白いですよね、はい、まあ、みんなセンタリングが待ってるんですけど、それが自分で、ね、直接シュートを狙うと、はい、これも直接シュートを狙いましたが、シンプソン、いい狙いですね、いいイメージですよね、マルシンですよね、はい、今シーズンは初めてですよね、はい、うまいですよね、うまいですね、はい、さすが代表キャプテンでもあるんですよね。フィルダーマンからラメル、そしてシュートになりましたが、これはクリアされています。中盤がね、僕のチームがいれば、はい、ね、いろんな方ができるんですよね。松の方はもう攻めるも力もあるし、守るも力もあるし、ね、パスセンスもある、ね、素晴らしいですよね、はい、まあ、彼とエチベリ選手と一緒にいる時にも、もっとも面白いと思いますけどね、はあ、そうですね。シュートを狙っていきます。アグース、残り5分、失礼しました。コモスコ、まあ、交代例がね、はい、大きいですよね。そこからこれからもうね、もう一回言うんですけど、コロラの方は次の試合を、ね、上がるしかないですよね、はい。
今カットされています。このシュートもクロスバーを越えています。シュートを打ったのはロスボール。そこはわずかに右に、マンチェスター・ユナイテッドのディフェンダーもきちっとだね、はい、そこまで入れたら直接のシュートのダイレクトシュートしかないかもしれない、はい、寂しそうなコロラドベンチが。そうですね、そしてこのシュートはゴール左にずれています。ここで試合終了です。プレーオブザゲームはジョン・ハークスになっています。大活躍でしたね、はい、5対0 DC ユナイテッドがコロラドラピッツを破っています。コロラドラピッツ、これでロード7連敗ということになりました。6月の BBC ワールドは香港特集。150年のイギリスの支配から中国に返還されるこの歴史的瞬間、返還の様子を香港から生中継でお伝えします。香港ダイアリーでは住民の希望と不安に焦点を当て、グローバルレポートでは
香港、そして中国駐在の特派員レポートをお送りします。6月は香港特集。英語でも日本語でも BBC ワールド。見たいの。じゃあアンテナ作れば。映画とか好きだし。でもスポーツも見たい。え、アニメだって好きなの。お笑いも見たい。格闘技、衛星放送が見たいの。多チャンネルなの。多チャンネルなの。だからアンテナをつければいいんじゃない。音楽もドキュメンタリー、多チャンネルなの。見たいの。見たいの。衛星放送、アンテナつければいいってもんじゃないの。誰か教えて。衛星放送のことは岩田電機に聞け。プロ野球パシフィックリーグ中継、パワーベースボール。谷、佐竹、塩崎のルーキートリオの活躍で大躍進を続けるオリックスが本拠地神戸で千葉ロッテを迎え撃つ。パワーベースボール、オリックス対千葉ロッテは土曜日午後6時から、またパーフェクト TV では午後1時50分からお送りします。コロラドラプッツ5対0で DC ユナイテッドが勝っています。次回のメジャーリーグサッカー、コロンバスクルー対コロラドラプッツは6月16日月曜日午後6時よりお送りいたします。ESPN がお送りしましたメジャーリーグサッカー、コロラドラプッツ対 DC ユナイテッド、5対0で DC ユナイテッドが勝っています。パートナーはコンスタンチン・テオさんでした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。